こんばんは、恐怖の世界。そろそろいろいろやり尽くした感が出てきましたね。実績も全部一つ一つやっていくのを動画化するほどのものでもないかなと正直思ってしまっておりますが、まだやったことがないキャラクターとかもいるんで、ジュリー使ってみようかなと思います。実績はね、あんまり考えずにいきますんでね、よろしくお願いします。いつもの通り狂信者でいきたいですね。最後までいけなかったらそれはそれでやっぱりモニョルからさ、高難易度や挑戦したい気持ちはあるんだけど、そもそもね、初挑戦のキャラクターだから、どういう性質があるキャラクターなのかもよく分かってないっていうのもありますからね。あれ、なんか違う人出てない？え、誰なんだ。あやか。あやかの儀式には関わりたくない。そう言って彼らは参加を拒んだ。だが最終的にその全員が亡き者となってしまう。そして彼らの魂は今も彼女を苦しめ続けており、なんか知らんけど申し訳ありませんって言ってた。儀式、魔女やばそう、やばそうな主人公が増えてきてしまいましたけど、今日やるのはご迷惑をおかけしました。逃亡中の跡取り娘奥沢ジュリ、やっていきましょう。知覚が強めで敏捷性マイナス。知覚強い武器ってハサミだけど、一つでいくか。ダメージが上がるやつですね。お願いします。なんか目がなんか大変なことになっている。忍び寄る魔の手はいいとして、恐怖がじわじわと迫ってきている。あ、これじゃないのか。どれだ。特殊なあれがあると思ったんだけど、データさん、あ、これのこと。あ、これのことや。教団の追手とは違ったわ。恐怖に追いつかれるまでレベルアップに必要な EXP が50減少する。これね、確かね、ドゥーム値が 50% になるまで恐怖っていう値があって、今 0% なんだけど、ドゥーム値の2倍の値で溜まっていく値で 100% に達するとレベルアップができなくなるみたいなやつなんだけど、だから序盤にレベルアップいっぱいしないと、後半はレベルアップできないっていうステータスかな。まあでも半分に達するまで倍の速度でレベルアップできるって考えたら、むしろいいのでは。ドゥーム値を序盤に上げすぎると 50% に速くなっちゃうから、最初にいっぱい破滅値ね、ドゥーム値、破滅値を上げるプレイングは良くないかもしんないな。だからあんまりアイテム必要最低限のものに済ませといた方がいいかもしんない。来い、文献資料。ただ最初に文献資料はさすがに使っておきたいね、手に入ったなら。はい、異界の縫合術。なるほど。まあ、怪我した時用に取っとこうね。今回やっていくのは人魚のやつと祈願人のやつとお通夜のやつと庭師のやつと鬼才のやつ。下水行ってから庭師行かないとエンディング A が取れないらしいんですよね。なんで虹虫のエンディング A を通って消防王のを取った後、庭師に行くという流れでとりあえず行きたいと思います。よろしくお願いします。まあこれはね、一応めくってはおくもののやったやつなんで。で、調査準備で何が手に入るか。ドン、小切手帳を手に取った。小切手帳、あ、っていうかもうあれなくなっちゃった。あれなくなっちゃった。あの有用な情報見つからなかったね、そのまま捨てた。捨てちゃった。文献資料。所持金プラス3で破滅値プラス4。破滅値プラス4きついな。あんまり破滅値序盤に上げたくないって言ってんのにな。まあ、そもそもこれで 5% 上がっちゃったわけだが。アーミーナイフっていうアイテムがね、実績によって解禁されてて、密造者の小屋で手に入るんですよ。で、それが知覚武器だからそれを手に入れたい。ドン。出ません。猟銃、何これ、知覚武器やん。買おうぜ。価格11。たっかたっか。ちなみに弾丸はついてるのこれ。アイテム使って小切手帳2回使って、いや結局破滅し8もプラスされちゃうけど、でも猟銃手に入るならっていうことで2回使っちゃおう。猟銃だって速度遅いな。ダメージも高いけど、
射撃陣のダメージがやばい。猟銃は手に入ったけど弾丸がないんだけど、どういうこと？弾丸なきゃダメだろ。ちょっと待って、予備弾薬みたいなアイテムがあるはずなんだけど、もしかして解禁されてないかもしれない。一回も見たことないし。弾なかったらダメじゃん。スピードが120ってやばいよな。まあまあ、めちゃくちゃ弱い武器じゃないから、まあ、いけるかな。まあ、ちょっとこれで行ってみるか。猟銃。打撃武器として猟銃を用いるって、ちょっと微妙な気するけど。まあ、なんか警察が倒れてたりしたらさ、そこから奪ったりもできなくはないわけだし、できないか、基本的に考えて。まあいいでしょう。お金がゼロになっちゃったのが不安だけど、いきなり金欠が来そうだな。よかった、ここで一晩過ごす。筋力チェックギリギリ成功、理性プラス1。天才。恐怖が迫ってきてるよ。うおー、破滅地がカルト教団の者たちに後をつけられている。急がなければ。あ、これ多分あれか、忍び寄るじゃなくて教団の追っ手が関わってきてるな、多分ヤクザやん。よし、じゃあ中心街。さて、野球バットを構えたマスクの女、そんなやついたっけ。空き瓶が当たり始める。飛び散るガラスの灰原はそこに野球バットを構えたマスクの女。初めてか。あー、お前か。そうだ、この子を仲間にするイベントもやりたいんだよな。でもお金が4必要なんだよな。小切手帳使えばいいか。この子仲間にするイベント、仲間っていうかプレイヤーキャラなんだけど、この子オールマイナス3、強っ。これ当たるとは限らんけどな。基本命中率 80%。 4回当てる必要がある。いや違うな、猟銃が2発入れば12ダメージで8ダメージで倒せるから、ここを乗り切れば勝てるな。乗り切ってほしい。呪文なんだっけ、異界の方法ですか。まあいいでしょう。えい、外したい、きなりプー。3ターン確定だな。めちゃめちゃダメージ食らっちゃうな。まあ、しゃあない、しゃあないね。えい、ポカン。いてー、もう5-6になっちゃったよ。処方箋発見し、戦闘終了。ほんで小切手帳を使って破滅値上がっちゃうけど、何回使ってんだよこれ。ほんで病院の薬局に行って処方箋を使うと。えい、処方箋の薬が手に入る。これ手に入ったってことらしい。でこの状態で密造者の小屋に行くと出てくるんだっけか、ちょっと忘れたけど行ってみよう。あ、出てきた。小屋に入ると中に一人の少女がいるのに気がつく。あなたに襲いかかり処方箋を落としたあの子だ。テーブル、殺したんじゃないんだ。テーブル、死んではいなかった。テーブルの上に高価な薬を放り投げ彼女に近寄る。え、それっておばあちゃんの。彼女の瞳が明るく輝く。もう絶対見つからないと思ってたのに。でもなんでこんなこと？あ、おばあちゃんの薬なの？おばあちゃんのために稼いでたってこと？知らんけど。事情を話す。事情を話す。その話が本当なら私が助けてあげる。ちなみに私の名前はミク。仲間にはなってないのね。あ、そう。ミクがプレイヤーキャラに追加されました。が、代償はでかい。これ2ターンで死ぬぞ、俺。防御使って戦いたいけど、STR そんなにない。これ戦えんの？うわ、攻撃できんじゃん。終わっとるな。3515。15ダメージしか与えられないんだけど。どうするこれ。負けじゃね？ちょっと今回はミクをアンロックしたということで、ミクをアンロックしたということで死ぬか。しゃあないから。あれ？避けた。ナイス。ナイス避け。死んだ。このまま戦闘に突入すると死んでしまう。いやもう死んだっす。無理っす。死亡。まあしゃあない。まあ一応ね。え、何、もう終わったんじゃないの？
なんで EXP を獲得したみたいな感じになってんの。スタミナでなんとか生き返れ。無理だ。死んどるやろ。死んどるから。え、なんで死んでるのに続いてんだ。どういうこと？ぐしゃぐしゃになってるけど。え、なんで？なんで戻ってきたの俺。バグこれ。消防、あれ消防物も手に入れて。え、なんで？か、え、なんで？え、ゲームオーバーじゃないの？こいつ何者？え、完全にゲームオーバーだと思ってたんだけど、まだいけんの俺。もしかして。つか、斧も手に入ってるし、勝って。どういうこと？ゲームオーバーじゃねえの。バグだと思いますけど、ちょっとやってみるか。この女の子はとんでもないやつなのかもしれないし、そんなことないと思うけど、死んだ。どういうことやね。結局死んだわ。なんかレベルアップと重なってたせいでなんかバグっていけたんでしょうか。熱いお湯は筋肉痛に。なんか死んだ体でお湯、お風呂入ったりしてました。なんだかよくわかんないけど。まあ、今回はね、ミクちゃんを解禁させた回ということで。ちょっと、それだけで終わっちゃったけど。同じ条件で始めていこう。そんな悪い、あれじゃないと思ったんだけどな。なんかめちゃめちゃ、体力とか いっぱい削れちゃったって感じ。リアルラックが足りてなかったね。はい。混沌を広めることに熱中している反抗的な少女。身勝手な理由とはいえ、彼女は彼女なりに自分の故郷を守ろうとしていた。はへえ。筋力が高いんだ。雨土が上がると様々なボーナスが付与される。はへえ。すごいね。まあでもジュリちゃんもう一回やっていくか。タイムライン B でまた。そか、1つだったからっていうこともあるかもしんないな。そか、ダメージが1上がってるんだから、さっきみたいに速度が高い武器って言うかなんか、速度値が低くないと、たくさん攻撃できないと損するのかもしんないね。だから速い武器をたくさん持ってた方がいいのかも。で、お金は必要になるまで別に自宅のあれ取る必要ないな。文献資料ゲット。また同じ。マインドドレインでかい。これはでかい。今回は、怪しい教師のやつと、ブロンナ隣人と、人魚伝のやつと、絵画のおんちゃんが出てくるやつと、ハサミ女で、イベント、まだエンディングを拾ってないのが結構出てきたので、ブロンナ隣人。今回は隣人を見捨てる方向でいけばいいらしい。ちょっと悲しいですけど、この子強いから、調査開始。カナめっちゃ強いんだよな。戦闘時の非ダメージマイナス1。まあ最初にやるイベントとしてはめっちゃいいのかなと思います。で、密造者の小屋でアーミーナイフが出てくるとめっちゃいい。って話は何度もしている。アーミーナイフ出てこないな。結構アイテムか、解禁されてるのが多いからかな。おー、良子。強くない？武器さえ手に入れればだけど。仕方ない、仲間にするか。そして良子。頼む。アーミーナイフを拾ってきてくれ。アーミーナイフねー、もう全然ダメじゃん。ちょっとマジかよ。異界の調査実演スキルチェックプラス1、微妙。いらんいらんいらん。でもな、結局、お金がないとアーミーナイフ買えないし、リロールするしかない。頼む。来た。よし。これで来なかったらマジどうしようかと思ったわ。これがね、かなり強い武器なんだよね。近く武器、速度85、命中率70はね、だってこれと比べてもダメージが1上がってるし、速度もちょっと速いし、命中率も高いでしょ。絶対こっちの方が強いな、アーミーナイフ。ただ値段もクソ高いから金がなくなってしまいました。セットして、お金がなくなってるってまずいんじゃねえかな。とはいえ小切手帳を取るために破滅値がプラスされるし、使うのにもプラスされるから9ぐらいプラスされちゃうんだよな、 3L のに。つまり今は使わなくて OK。 ちょっと複雑な話をしておりますが、なかなか攻略が分かってきたぞ。隣人はここにはいないと。なんで家に戻るんだよ。おいバカ。結構毒舌じゃないですか、この子。どの子でもそう。
そう言うけど、このイベント。いやダメージ減らすやつとダメージ増やすやつで、めっちゃ心強いんだけど。お風呂。お風呂入らなくていいか。まあまあ、スタミナマイナス1程度ならいいか。なんか、理性削られるやつだよね。失敗したら。幸運なさそうだし、この子。クリア条件は海辺を2回調査するだけど、2回調査する必要あんだっけ、今回。本を拾うでいい。本を拾うが一番まともだった気がする。ゲット!オカルト日記。破滅値マイナス3、でけー。もうすぐ使っちゃいたいくらいだな。本を3つ捨てるみたいなさ、実績あんだけどさ。まあまあまあ。とりあえず持っといたままにするか。職員室には誰もいなかった。だがそのいくつかの瓶を発見する。奇妙なうなぎ。自宅に帰持って帰っちゃう隣人。持って帰んな、あんなもん。何やっとんねん。まあいいや。どうせお前は見捨てるんだ。なんだっけこれ。カリスマだっけ。電話切っとこう。なんかチェックに成功できる気がしない。次行くぜ。こいつ来やがった。予言聞くか。デックス対抗だよな、確かこれ。やだー。警察を呼ぶも確定マイナスだったような気がするけど。成功しろ!失敗。理性マイナス2。ふぅ。はいはい。結構厳しいな、なんか判定が。近くチェックのやつが来てくんないと。結構力はあるんだな。冷たい風呂に入る。熱い風呂に入る。冷たい風呂。よし、筋力チェック成功。全員に1杯おごる、おごれられないからな。お金ないから。カリスマし、スタミナマイナス2。ちょっと結構削られてるぞ、今回も。花がどっか行っちゃった。海辺もう一回探索するか。まあいい、俺にはこいつがいる。名前忘れたけど。りょうこがいる。身構えろ。結構、削られまくり。やばいやばい。慎重に足を踏み入れると衝撃的な光景が目に飛び込んできた。無数のうなぎが瓶詰めされて休むことなく暴れ回っている。よし、逃げ出すぞ。確かここで逃げ出せばいいだけだ。ぽい。白状すぎだろ。恐怖に駆られあなたは部屋から逃げ出してしまう。次の日になると警察が隣の部屋のものを運び出していた。彼らの力をもってしてもカナは見つからない。いずれまた頼りを聞くことはあるのだろうか。ないです。一応徹底調査したことになっているらしい。どこが徹底調査なの。あー、カナがいなくなっちゃった。物価高。まあ買うものは買ったしな。いいでしょう。ショップの値段が1上がるか。おー、レベルアップできるぞ。早いね、さすが。逃げ上手。破滅値マイナス5。破滅値マイナス5。なるほど。逃亡者。敏捷性プラス2、破滅値プラス2。なるほど。敏捷性。うわ、むず。どうしよう。でも、破滅値を下げないと、レベルアップがそもそもできなくなっていくんだよな。今のうちにアウトドア取っとくか。まあ、逃げ上手は次のレベルアップでもいいし、出てくればの話だけど。今のうちに幸運取っといて、ほんで、近くでアーミーナイフのダメージ伸ばして、って感じかな。うん、どうしよう。悪くはない。レベルアップはどんどんできるに違いない。この後。じゃあ B のタイムラインで行けば、ハサミ女の、D エンディングを簡単に回収できるらしいから、ハサミ女行っとくか。まあ、これは何度もやったからね。ロッカー調べて、木製バット手に入れて。オカルト2期読んじゃうか。読んじゃいましょう。ほんで外出てカバンを開ける。友達の日記を見て三角形にクイピョン。オッケーオッケー。戻る。
索するでいいな。そうだ、攻撃力上がってんだ、さらに。ハンニャの仮面来たな、てめえ若き魔女。こいつ HP 低いからワンチャン2発で倒せるぞ。7ダメージでけえ。これ勝ったろ。命中75、すげえ。14ダメージは安定して与えられるぞ、この現状の装備だと。えい、ズバン、ナイス。歯の折れたカッター。なんか歯が折れてないカッターを落とす時もあるらしいんだけど、落としてくんねえかな早く。なんかここら辺のアイテム今んとこいらんな。なんか投げることはできるけど、一応近く武器なんだよなこれも。まあでもアーミーナイフと比べるとかなり劣った武器だな。投げて1ダメージ、バットは多分4ダメージぐらい入る。もしかしてここのダメージ量、あ、そうでもないな。じゃあ校内を探索でいいか。アーミーナイフが強い。よし、仮面来た。おかしな仮面ゲット。強い。これ普通に回復アイテムだからな。うわーい、かわいいよ。かわいいのか。プールにあるようだ。本来の探索。どんどん回復しちゃうぞ、これ。おかしな仮面、マジ強いよな。あとは体育棟の中に入って湿っぽい匂いが放つく。プールの真ん中にビート板が浮かんでおり、その中にリュック。おっさんが出てくるやつだ。いたんかい、お前。17。17か。こいつ切りつける攻撃に弱かったような気もするな。そうすると、16ダメージを与えられるかもしれないから、カッターを投げて、ズン。ほんで、攻撃力は、命中率 70%。まあ、ワンチャンこれでもいいけど。これでも倒せるけど。多分、刃物がに弱かった気がするから、これで倒せるような気すんだよな。頼む、そうであってくれ。ズバン。よし、覚えてた。こいつ切りつける攻撃に弱かった記憶があったんだよな。ナイス。鋭気に弱い。鈍器には強いけど。祝福彼氏チョークを見つけた。三角形にピョンだったっけ？確か。逆だったわ。逆三角形だ。逆じゃねえ。純三角形だ。こっちか。これでいいね。おー、異界の扉。半開きの扉。入りましょう。なんかいいこと起きれ。光の方引き寄せ。来たー、そびえ立つ王国。空の瓶もないしな。なんかやっぱりここで灰を使って血を汲むみたいなのが出てくるらしいんだよね。それ以外は、そう、どっちかがプラス3でどっちかがマイナス3なんだけど、理性が回復する方がいいな。理性が回復する方ってどっちだ？どっちか。逆でした。理性が下がってスタミナが逆だった。ちょっと無駄になっちゃったな。まあでも理性は回復できるからいいか。シャキシャキという音が。わからん、サラダで食ってる可能性あるやろ。水面の下に何かが動いたような気がする。あー、なんかお腹がうごめく人と明かりをつけるって。明かりあんの？ロッカーを調べる。正直金ゲット。いや、金欠じゃなくなったぜ。よし、儀式を行いましょう。レッツゴー儀式。待て、あれはなんだ。パンパン、背高いな。おい、うん、なんか全然違うのが出てきた。成形の塊がうごめき始め、徐々に形を成していく。その光景にたまらず一歩後刺さる。頭が天井近くまで柱のように伸びており、いずれも純粋な憎悪に満ちた表情を浮かべていた。どの口も同じ問いを叫び続けている。私綺麗、私綺麗、私綺麗。この怪物を追い払うチャンスは今を置いて他にない。正しい順序でお辞儀と拍手をして大麻の儀式を執り行え。お辞儀、お辞儀、お辞儀、拍手、拍手だ。あなたは後ろに下がりながら心の中でその儀式が聞
くことを願った。1回目のわからんけど、なんか成功失敗、さっき選んで先頭に突入すると思ったけど、さっき選んでやるだけだったのか。でもなんか4回成功してたぞ。名乗しがたい恐怖がこちらににじり寄ってくる。儀式は全く効果がなかったような。そうなの？これで最後かと思った瞬間、あなたは救急車の中で目を覚ます。救急隊員は冷静にあなたが教室の中で倒れていたことを説明する。ハサミ女と友達について尋ねるも、彼は肩をすくめた。きっと熱中症で幻覚でも見たんだろう。そう言って彼はあなたの腕に注射針を刺した。やめてや。二度目の意識を失う直前、救急隊員の顔がその目に映る。そこには両方に向かって伸びる二つの古い傷跡があり。何？救急隊員？お前、ハサミ女？どういうこと？はあ、ちょっと一個前のページも見たいんだけど。またレベルアップした。109だぞ、これ。2回レベルアップできるのでは。ドゴーン。あー、呪文唱えるのが理性コストが上がっちゃう。